ね、やっぱ平日だけ少ない、やっぱね、ちょっと今日土曜日とか今日分かるの土曜日、明日も天気が良いな。彼女はどうした、彼女はホームランはどっちだかな、安倍晋三が大使館、かなり使いますかね、そういうの愛を待った成功のものなのに、そういうの、はじめに南島原市長松本正清様にご祝辞を賜りたいと存じます。ありがとうございました。続きまして衆議院議員赤羽様よりご祝辞をいただきますので、ここでご紹介いたします。今日生中継でとあの NBC ラジオね、 NHK ラジオね、 NBC ね、今本日は長崎のね、NBC の吉田さんの11号では生放送ですから、私たちに関してラジオを持ってます。また、祭り開催にご尽力いただきました相川会長様はじめ関係各位に新人関係の申し上げますと共にお参りいただきたいと思います。持ってから持ってください、今日は見てからな、平成30年11月1日衆議院議員赤羽町西田でもなくなったもんね、西田がなくなるって衆議院議員加藤幹事長からのご祝辞でした、ありがとうございました。続きまして長崎県島原振興局長村井正人様にご祝辞を賜りたいと存じます。ありがとうございました。ここで本来ご来賓の方の障害者の方がありませんが、一番後ろの方が割愛してくれませんので、今日またこれ一緒にやると思って、あ、そうそう、読めだったの、私たちの方が詳しいと思いますけどね、パリも行ったら、パリも行ったらもう、でサポーターもよく言ったよ、赤羽の方が今度はビハリも取れなかったから僕も追い抜けたよって、こうやって仲間になったよね、仲間になったよ、もうどんどんどん近くて全部こうやっちゃったんだ、探しちゃってね、あの、あれなんか、アンケートを回れたんだ、あ、ビハリーですね、ちょっとアンケートお願いします。それでは、森野昌司会長より、ご挨拶をお願いいたします。ありがとうございました。次に、西谷大学の皆さんに、ご挨拶をお願いいたします。演奏の後、持ち運びをいたしますが、準備をしましょう。それでは、石谷大学の皆さん。